いや4月13日ロフトでやる彼なる劇場のカクテルを作ろうということで、はい、そう、そのために来たんだよ。そう、ここに集まったわけですよ。はい、はい、前回の刹那の涙っていうカクテルが過去最低に出なかったと。これは何とかせないかん、何とかせないかんっていうこの企画でございます。はい、何作ろう。じゃ 色を指定するからマキさんのセンスに任せますよ。ほら、来たよ。バーテンのマキのセンスに。来たよ、まあ、作れんの。結局俺だよ。作れんの。俺が作ったらもう何でもないんだよ。じゃあ僕からデトリしちゃっていいですか。じゃあね、じゃあ僕は黄色ない感じで。黄色ない、黄色イメージ。あ、こっちだよ。お、マンゴーやん。マンゴやん。マンゴやね。マンゴやん。それどんなお酒なの。マンゴやん、もうそのままの通りだよ。ごっちゃマンゴちゃん、何酒バーテンだよね、これ。氷も一緒に。なるほどね。ミックスジュース的な感じ。あ、美味しそう。あ、美味しそう。黄色ではない気もする。あ、でも黄色じゃない。まあ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 。じゃあ、いただきます。いちいち長いけど。え？美味しい。これ名前何です。これポイズン。これがポイズン。ポイズン感ゼロだよ。ポイズン感ある。これ決めてきた感がある。ポイズン感ないわ。ない。まあ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 、ポイズンできるじゃん。ポイズン、ポイズン。じゃあ行きましょう。 C さん、何？俺ね、ちょっとね、青いのがいいな。青いの？青いの。なんか、最近ちょっと疲れてて。疲れてて、なんかちょっとリゾートチックなこの 色味というかね。疲れてるからリゾートチック。バカンス的な。ちょっとなんかこう心が安らぐような色合い。あー、あのね、マリブな感じね。そう、マリブな感じ、ビーチな感じ。マリブビーチな感じね。そうそうそう。あー、よくわかった、うん、まあ、マリブビーチだけにね。あ、マリブ。マリブも入れちゃおう。お、いいね。マリブビーチだけにね。確かに。新しいバーテンダーさん。それ濃い。うわ、すごい。すごい色。なにこれ。うわ、これなんか罰ゲーム使い。なんだこれ、あの絵の具で作ってるね。このパステルカラーいいよ。ねえ。まあとりあえずいただきます。どうぞ。あー、マリブ感出てるわ。出てる出てる出てる。甘い。甘いよね。めっちゃ甘いよこれ。名前は？マンゴやん。え、マンゴちゃうだよ。マンゴちゃうし。マンゴちゃうし。マンゴちゃう。マリブやん、マリブやん、マリブやん。もう一杯ぐらい飲もうかな。お、お前飲んでへんやん。そうだね。なるほど。じゃあ、俺の情熱の赤で。おっと、赤いいのあるよ今。あ、本当に。ちょうどいいのあるよ。遅いわ。ではいいんだけど作るの遅いわ。あれ、今回これは何もマスター。これはね、炭酸が入ってる。振ることはできない。なるほど。あ、でも見た目はいいね。ね、綺麗だね。綺麗、うん。まあ飲んでみるよ。はってきた。これ、ん？これ。来た？来たで。マジか。これじゃないですか？これ何が入ってんのこれ？これはね、いちご。あ、いちご。あとね、これ見たことないでしょ。カンタカタンの梅酒っていうのがあるんだよ。じゃあこれにネーミングつけよう。ほんまやっぱりこうマンゴーやん、マリブやん、イチゴやん。ちょっとパンチ弱いわ。とりあえず美味しいってこれ。これはうまいってこれはうまい。これ普通にうまい。じゃあ名前は交互期待ってことで。名前じゃないから。
そう、味だから、味だからね。4月13日カレーなる劇場渋谷、新宿ロフトで開催いたしますね、うん、これを飲むためだけでも、バーだけでもいいです。ほら、ここへ向かってライブもありますしね、うん、僕はあのカバー歌いますし、はい、2曲ばかし、はい、みんなカバー前やりますよね。やります、あの曲を、あの曲もこの曲もゴルフセットがちょっとアレンジしちゃいます、うん、楽しみにしててください、はい、そんな感じで4月13日新宿ロフトで待ってるぜ。イエーイ、バイバーイ。